さあちゃん来てくれるかな。一応暇だと思うから、うん、仕事してんのかな。よっさんののさきちゃん誰、あさひなちゃん、あさひなたね。ああそう、もう決まらなかったらもうあいこ一択になるよ。合わせいいね。合わせちゃんね、いないしね、さみなさん。来るんじゃない、合わせじゃん。でも仕事があるもんね。うん、仕事の関係が。みんなリアルがあるか。しいらしい。いや、妻には関係ないよ。だから妻には女だから自分の仲のいい女配信者を呼べばいいんだけど、仲のいい女配信者がゼロっていうね。友達が誰もいないっていう。まあまあまあ、うん、まああれだよ、その中で一番仲のいいのが朝比奈っていうからびっくりする。あんだけの犬猿の中で、うん、あれは笑っちゃったね。絞り出して出てきた名前が朝比奈だからね。ほんと一匹狼だよ。でもあれだけやってるってことはそれだけのことよね、頑張ってるから、ね、うん、すごいよ。同性と仲良くできないタイプいるよね、どうしよっか。私がねいないな。まあ連絡手当たり次第放送見て当たるよ、うん、俺ゼロ幕やるでしょ帰ったら。やろうかな、うん、もう一回抱いたら俺切っちゃうからさ。嘘つけ、繋がっていかないんだよ。未練残らない。そう、元カノとも全くじゃん俺、うん、嫌われるんだよ。その抱いた後に別の男抱かれたらどう思う。やだやだ、うん、別の男に抱かれる前に自分がつくスタイルにしないと。そういうこと。先手必勝だよ。だパルもやられる前に自分もそうだね、やって吹っ切らないとずっと辛いんだよ。エルマルとことか仲悪かったんだけどな、俺付き合ってる。仲良くなったんだろうね。春日井出身のあの人、バイさん。バイさんね、呼んでみる。バイさんは来ないでしょ。バイさん来たら必然的ユータンもついてくるけど、うん、まあいいけどね、ね、来るな、来るで。好きだもんね、バイさん、うん、大ファンって言ってぐらい歌いますよ。そうだよ、だ下手に誘えないぐらいの存在、わかるでしょ。だからバイさんのことはあんまり悪口言わない。友達だと思ってない。尊敬の意味、うん、アイコはゼロワンと2人だけがおもろいって。あ、そういうこと。アイコとゼロワンでセットでおもろいってことね。確かに。そうか、森美希子ちゃんいいけどな。火薬さんはだってツバニャンとなんか揉めてんじゃないの。分かんない。森美希子さんいいね。絶対来ないと思うけど。あれ送ってみよう。森美希子さん。森美希子かわいいよね。来る。でも前はね外配信やってたからね、デビューの時とかね。来るんちゃう。俺がやめたもんじゃない。ゼロの俺のイメージ悪いよ。ゼロのイメージどんなの。一番悪いよ、男配信者。いやー全員さんで呼ばないよ。ユータが昨日ディスってる。ディスられたのゼロ、ね、電話しようよ。あ、俺これルームにいそうな気がするけど、ね、ユータンで書いてる。いやー、わからん。あ、書いてた。
遠くの中に直電が入ってる。行き過ぎてない？あれないか。ないね。あれ、あ、ユータ消してる。あ、消してるのか。消せんのかこれ。追いかけてみるか。さあちゃんでもいいけど寝てるんじゃない、うん、エッチ中かな、ね、やっぱりさん一人だもんね。あ、そうなんだ。寝てるか。寝てるわ。じゃあ、うん、よし。こうやっててさ、めんどくさいねこれ。どうやって戻るの？ホームボタンないの。iPhone いくつ？7？ うん、俺7。あ、変わるんだ。8からね、変わったんだよ。どれだっけ。だから女にしてっつってるじゃん、ガンちゃん。音楽ってどれでやってんの？パルが帰ったら刺激のサーチャーに連絡するわ。パル今配信してる。つか、あのツバニャンから返信来た LINE。あ、俺流す。あの人、なんか曲選んでいいの。あ、待って、あんまいじってるとね、言われちゃうから。これで俺検索できんの？悲しい曲、悲しい曲にする。ゆうかにゃん呼べるんだったら呼びたい。されてたから俺関わった女に全部ブロックされるんだよ。そう、めちゃめちゃ不思議だよ、その元カノと仲がいい悪が。ああそういうこと。出場日も仕事してるからダメでしょ。ちょっとみんなツバニャにご飯どうするか聞いてきて、外食がいいって言ってきて。なんで誰がいい？呼べる呼べないか。まあ、ゼロワークで電話するよ、みんな。ああ、ほんと？ね、いろんな人に連絡して、うん、ご飯中にも DM 送って。ああ、そうしようか。交通費出せってはどうする？出す？まあ人によるけど。可愛きゃいい。明らかにも稼ぎがないような人だったら、ああ、そうだ、例
例えばフワチで万世上位いるのに金がないっていうのはね。ああ確かに。こう左パスタ作るって家帰る一回もう出前にする。出前にするか。出前にしようか。あココイチでもいいね。ああこのカレー食ったな。帰るわ。パルがね何も食べてないから。いやもう食欲お父さんね食べさせないと。いやマジで親父似てんねんってのは俺のテンパなんだけど、テンパじゃない親父みたいな。親父になるわ。親父に似てるみたいな。でなんか不思議でやっぱパパだったから安心感だよね。安定っていうか本当喋りやすいよね。